Hi everyone! ひなです。今日は唐松岳に登ります。1泊2日山小屋泊です。そして天気的には北側の高気圧が頑張ってくれていて、今日はすごくいい天気です。来る道すがら白馬の山々がめちゃめちゃ美しかった。で、明日は曇りらしいのでサクッと帰ってこようと思います。楽しみ。もう唐松岳はね、焦がれた、濃い焦がれた山なんですよ。また後で詳しく説明するけど。で、最初はゴンドラとかを乗り継いで八方池の近くまで行きます。レッツゴー。それでは八方池、八方尾根山荘かな、リフトの終着点から尾根道を通って進みます。ちょっと景色のいいところを見つけて、そこで早速昼ご飯にしようと思う。さっきからものすごくテンションが上がってるんだけど、それは去年の秋に歩いた白馬岳の道が、全貌が見えてんだよね。なんか別にそういうのがなくてもものすごい綺麗な景色なんだけど、やっぱり自分が歩いたところが見えるってすごい感慨深い気持ちになるよね。結構石ゴロゴロで歩幅を小さくするのが難しいかも。息が上がってきてる。宝剣の八丁坂よりも岩がツルツルで結構滑ります。国道に入ったけど地味に段差がきついです。タイラッピョ山を思い出す。そして先週は木曜日まで山に行ってたんだよね。長ヶ岳2泊3日で、その時にもう激筋肉痛になって、今日までに治ってるといいなと思って必死でいろいろケアをやったところ、多分残り 10% ぐらいまでは、ほぼ回復したんだけど、やっぱり登ってると多少筋肉痛残ってるなっていう感じがします。まあスーパーハードな山ではなさそうなので、なんとなく調べた感じでは大丈夫だと思います。
歩き始めてまだ30分だけど、お昼をそろそろ食べなきゃいけない。ちょっと、はあ、結構思ったよりきつい。なんだろう、八方駅まで木道では行ったことあるんだよね、お母さんと。こんなにきつかったっけって思う。木道じゃないからわからない、荷物があるから。お昼ご飯、今日のカレーは、あ、てか今日はカレーなんですけど今日のカレーは、8月に長崎の壱岐島に行った時に買った壱岐の食材が入ったご当地カレーです。まずはあごだしポークカレー、いただきます。うん、しっかり辛い。あごだしかどうかはちょっとわかんないけど、うん、でも出汁が効いてる感じはすごいするね。あの、結構辛みが最初は来るけど、すごくね、あっさりしたカレーって感じ、結構好きですね。なんとこれはもう一つの柚子カレーだったっていうことが判明した。全然味が分かってなくて食べてることが明らかになった。なんかそう言われてみると酸味を感じる気がしてくるんだよね。全然グルメレポーターダメですね。うん、とにかく美味しいです。さて、本当のあごだしカレーを食べます。うん。魚の味がする。お昼食べ終わった。これから八方池まで30分ぐらいです。で、そこから先は未体験ゾーンで本格登山になるんだけど、なんかね、山系コースタイムでは八方池から、唐松岳頂上山荘まで2時間50分なんだって。だけど標高差を見ると500メートルなわけで、私だいたい標高250を1時間で250上がる感じだから、なんかその感じからすると2時間で着くんじゃないかなっていう気がするんだけど、なんかわかりません、全然。お昼休憩は40分でした。レッツゴー。